ある借り手にかかってきた電話。別の借り手はこう語る。個人会議室はもう嘘しかないと思うので、もう絶対にやめた方がいいと思います。ネットを検索すると次々にヒットする個人間融資の文字。記者がその実態に迫った。